はい、玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、8月号の赤手本課題のですね、中からこの節という字ですね、こちらをですね、レクチャーしていきたいというふうに思います。こちらの字はですね、なかなかですね、バランスが取れなくて皆さん苦労しているんですね。で、なぜかというところなんですけども、この底辺のですね、細さとこの辺の大きさのバランスがですね、一番まあ苦労されているのと、なかなかここの余白が作れないでいらっしゃるんですね。で、それはこの縦角が太くなったりとか、まあここの縦角ですね、ここが太くなってしまうということがあるんですね。で、そのためにこの底辺もですね、かなり狭く書かなければいけないんですけれども、この狭く書くには、この一画目のですね、右上がりがやっぱりポイントなんですね。で、右上がりにしたと同時にですね、この縦画をですね、太く書いてしまうとですね、なかなかうまくいかない。で、この縦画はですね、皆さん、ちょっとですね、曲がったりとかですね、倒れて書いてしまう人も多いので、そこのところはまっすぐ書かないとですね、なかなか辺がですね、うまくバランスをとって書けないですので、そこをですね、レクチャーしていきたいというふうに思います。それでは早速書いていきます。はい、まず底辺ですね。底辺の一画目なんですけども、あまり上の方にですね、書いていかないというところを気をつけていきます。では、この真ん中に書いていきますね。はい、まず一画目はですね、まあここの四角を見ていく中で書くとですね、この中心の線の上から書くんですね。右上がりきつめです。あまり長く書きません。ここまで。で、次二画目もですね、この横画の右側の方ですね、に接するように書いていきます。で、体で引いていきます。意外と長いです。グッと入れて、やっていきます。で、三画目は、ここですね。ここの間ぐらい、ここ。からですね、きつめにいきます。はい。で、次、四画目ですね。四画目は、このラインよりも下ですね。ここに余白をつけますので、下、ここ。で、体で引いていきます。このあたり、ここも余白を作っていきますので、あまり長く書きません。さて、この次のですね、五画目ですね。ここ、五画目はこの底辺のですね、下、ここ、もう中からですね、書いていくと。いうとこです。で、内側に入れていきます。こうですね。で、点接部、押さえ直します。で、ここの右上がりも結構きついんですね。こう。で、六画目の右上がり。こうですね。で、内側。ですね。はい。五画目、六画目は内々と入っていきます。で、こことここの余白を気をつけていきますね。次、七画目と八画目は外外ですね。で、入出部はこの点接部の下、ここです。で、ここから外、こうです。で、押さえ直して、右上がり。で、この右上がりはですね、この五画目の右上がりよりもきつくないですね。で、八画目。
で、8画目は、この右上がりのこの、あまりきつくない右上がりで。で、外。ここですね。ここは一緒にします。で、ここのスペースを作ると。で、このスペースは一緒ですね。はい。こうやって書いていきます。ですので、この5画目のですね、手辺のすぐ下あたりからですね、ここ、書いていくことがとても大切です。それを書けることによってですね、ここのバランスがどうかというのもありますし、まあ当然そのためにはですね、この4画目がしっかりと、まあ細いけれど、まああまり太くないけれども、しっかりと書いているというところですので、こういったところにですね、気をつけて書いていただきたいというふうに思いますのと、やはりこの辺ですね、辺をこのぐらいの細さにまとめていくというところですので、ぜひですね、参考にしていただきたいというふうに思います。はい。今日は以上です。